ペコアザラシと申します。野村ガルヤ4新生 PK、 難易度は超級、シナリオはおけあざま、選択大名は佐竹、第44回を始めさせていただきます。前回は織田信長との戦を優勢に進め、今度は北陸へと進軍しているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。よし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 、これで朝廷外交が終わったんですね。もうね、就任できる感触がないですからね。で、士官受け入れていきましょう。精神誠意お使いします。では進めていきましょう。もう高藤からも出すかな。高藤からも出撃いたしましょう。で、木曽福島から宇治国さんも参戦です。で、こちら大正寺に向かって進軍で行きましょう。ああ、馬場さん、ここはちょっと8760つけたんだけど、北条城兵糧がなさすぎるな。そしたら馬場さんは参戦させたいんだけれども、どっから出すか。岡部元信と変えるか。ちょっと待ってよ。でも岡部元信も120日、まあ、120日なら十分持つか。あ、遠藤さんと変えるか。戸井市場、ちょっと馬場さんのところ兵力はいいんだけど兵糧がなさすぎますからね。遠藤直常さんと変えていきましょう。感謝いたす。馬場さん間に合うかな。今さら変えたところで間に合うか。お、北畠智則55歳、若すぎますね。ジョジョの作者の荒木先生じゃないんだから、こんなに若い55歳いるのかっていうね。ではこちら稲葉山城は米問屋を建てときましょう。で、あとはね、委任で攻撃で十分でしょうね。こちら連兵ちょっと考えすぎるの立ちますからね。では進めていきましょう。で、大垣城でも考えすぎるのが立ちました。そしたら同様に米問屋を建てていきましょう。任されました。で、あとはこちら攻撃指示で連兵場、これで問題ないですね。では馬牧場を組頭猫、はい、姫さん、わかりました。で、あ、金銭が足りないですね。聖堂建設、ちょっとこれは次回に回しましょう。馬場さんも来ましたね。そしたら馬場さんも出しますかね。6500、ちょっと少ないですけどね。大正寺に向かって進軍です。で、深志から柿崎景家も出していきましょう。で、まだ動揺状態の城があるから、動揺をちょっと解除するか。動揺状態を解除して、ご命令はいかに。イフをね、なるべく巻き起こさせたいですからね。いいよ、騎乗しましょう。はい、こちら鈴木定優隊も撤退です。で、深志城からは軍勢が出てる。こちらの軍勢だけで 1,2,3,4,5,6,7部隊で、あとは吉高、軍神、樋口兼次、真田正幸と、この辺りもね、出していきたいと思います。馬場さんいらなかったな。それは頂上。あー、三条の方もいなくなった。で、武田信玄がね、こうやってね、病気なんですよね。いや、厳しいな。で、商人町が立ちました。さて、それで芥川山城か。大友との対処じゃなくてさ、こちらに軍勢来てくんないかな。1,2,3部隊かな。3部隊4部隊5部隊6部隊、せめて威風中巻き起こしてほしいな。では進めていきましょう。
if 今日本当は欲しいところだけど、 if ちょっと待てよ、関東からの軍勢は一旦国峰に戻って大正寺に向かいましょう。ちょっとね、巻き込まれちゃうとね、邪魔くさいですからね。そしたら聖堂建設をしていきましょう。ちさかさんにお任せしましょう。で、城下改築で鋳造所と国衆改築、まあするだけしときましょうかね。で、流言ね、まあしても仕方がないかな。昇進いたします。さて、あとは浄化施設でツツジヶ崎はさらに練兵場とか増築できますが、お金をちょっとね、移転も考えてますのでね、ちょっと貯めておきたいと思います。次、北陸を3部隊、4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊なんとか集まるかな。集まりそうではありますね。12部隊は無理かな。ちょっと狙っていきたいんだけどな。12部隊狙いたいですね。で、温泉掘削やっていきましょう。心得ました。で、政策で温泉掘削、温泉の湯治療法は温泉郷が不足してるか、レベル2にするとね、ちょっと確か寿命が伸びるんじゃないかみたいな話もありますよね。お、論功交渉やっていきましょう。で、感情需要、あー真の猛者いいですね。越後の行商で、太田さん、ありがたき幸せ、斎藤智信、調略か、正幸も調略、ありがたき幸せ、上杉テルトラ、強烈至極ぞ。まあとりあえずこんなところかな。北条さん、信行兄さん、鈴木定優、この辺りはちょっとね、感情を配っていきましょう。あ、西名森殿もちょっと感情を配っていきましょう。の喜びにござる。あとはいいかな、忠誠低い方は一栗さんか。一栗さん別に、あ、まあでも裏切られたくないから、配るだけ配っておきましょうかね。で、堀直政、内政、まあたまにはいいでしょう。内政もね、配っていきましょう。で、あとは縁組なんか一門にする、側室、あー、はい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 、これで正幸も村松殿を、正幸も一門主になるのかな。一応側室にしましょうかね。まだ側室置けますからね。で、正室義重と、ちょっと正室もいないのに側室にしたのかよ。まあいいでしょう。で、家宝を買いたいんだけどな、ちょっとお金がないからな、貯めていきましょう。では進めていきましょう。稲葉山城で米問屋が立ちました。あとはもう任せ、あおっと、援国投与やっていきましょう。で、あとは魚津城を吉高出して、七尾から正幸出して、軍神、そして樋口兼継も出していきましょうね。こちら一旦戻って大正寺に向かわせましょう。落としてみせる。いよいよ。そしたら魚津から大正寺に向かって進軍で、奈良尾からも大正寺に向かって進軍していきましょう。では進めていきましょう。で、こちら全軍で大正寺に向かいましょう。あー、洪水発生、来るなよ来るなよ来るなよ。よし、四国と九州だけですね。大友の領土を洪水が襲ったと。で、富山から大正寺に向かって進軍しましょう。で、正幸も一旦戻って大正寺、樋口兼継いらないかな、十分な武将が揃ってますからね。では進めていきましょう。喜ばしいですな。ああ、吉高がやられた。
74日だけど一旦引きましょう。兵力も減らされてますからね。で港建設名護姫にやってもらいましょう。で国衆取り込みをやっていきましょう。で闇討ち滝川一馬孤立してんのにな。であとはそしたら樋口兼次も出しましょうかね。いよ樋口兼次も出していきましょう。何事もご命令の大正寺遅れるでないぞ。これで1部隊4部隊4部隊威風今日発生させられるかどうかだな。やりました温泉郷レベル2。そしたらレベル2温泉郷こちらやっていきましょうかね。49日で発動できますね。これ発動すれば武田信玄の寿命も少し伸びるかな。であとは政策をやりたいのは学装将兵やりたいけどちょっとお金がな。もう少し金銭が貯まったらにしましょう。ここだとぶつかるのが数が限られてるので大正寺に向かいましょう。これで12部隊いけるかな。この2部隊も一旦戻って大正寺。これで信長もかなり詰まってきましたからね。戦が始まる。備えよ。ダメダメダメ。まだぶつかっちゃダメ。義重が合戦の範囲内に入ってない。これで10部隊か。この部隊も混ぜたい。金沢ごぼうまで戻って大正寺。これでどう？後ろから来てる部隊浅井長政も入れれば12部隊になるでしょう。ならないかな。これならないっぽいな。あ、戦の支度だ。これで、あ、11部隊浅井長政入ってないよねきっと。いかに動くべきか。入ってる？ちょっと待てよ。これ4部隊でしょ。で4部隊2部隊1部隊。あー入っててもダメだ。あと1部隊来てない。来てるけどこんな棟梁の部隊待ってらんないでしょ。棟梁の部隊待つ。ちょっと待てよ。兵糧は持つね。一旦戻って大正寺城を取りに行く。いいよいいよ。あ、ちょっと待て。兵糧がなくて戻ろうとしてないか。これは鳥越城に戻ろうとしてるってことは、ちょっとこれ戦わないとダメだな。これ12部隊諦めよう諦めよう諦めよう。もうここでとりあえず戦うしかない。ほら1部隊減ってるもん。もうやるしかない。イフ中で我慢しよう。え、ちょっと待って、6部隊それはないよ。あー1部隊減っちゃった。10部隊9部隊でいきましょう。イフ中、いやー11部隊じゃねー、ちょっとね不満だから12部隊と思ったんですけどね、ちょっと欲をかくもんじゃないですね。まあイフ中でね我慢しましょう。さてここで出陣部隊の選抜で馬場さんと樋口兼次。樋口兼次は天の時があって混乱をね狙えるので、太田三落祭よりは樋口さんの方がねちょっとね能力値は低いし兵力も少ないんですが、馬勢の戦法よりはね天の時の方がいいですからね。これでいきましょう。で布陣変更で強いのは浅井長政8000ですね。こっちに主力を持ってきましょう。なのでテルトラと正幸というね2トップで向かいましょう。義重はまあ兵力もあるしね、樋口兼次と変えていきましょうかね。でおぶさんはね赤備えで、そうか、そしたら
樋口兼継と書いて右翼に集中的にね人材をね持ってきましょうかね。浅井長政だけだもんな。で信長もいますけれども、あとはねちょっとね左翼のメンバーでもね精鋭部隊ですからね十分対処できますね。では開戦です。ではコブの要所は吉重が狙って柿崎影家で高台から射撃、綱重で宇治国は吉重のバックアップ、樋口兼継は綱重のバックアップで向かってもらいましょう。正行、照虎、小部正景、いやー右翼は人材が豊富ですね。 まさに精鋭部隊だからな。お、騎馬突撃出ましたよ。レベル12、2000のダメージは強いですね。はい、柿崎影家がこちら高台を抑えました。そしたら射撃を、ね、加えましょう。蒲生さんはもう撤退するでしょ。これはいよいよ、はい、蒲生さん撤退、突撃出ましたからね。で東堂高虎も撤退でしょう。はい撤退。うわー、討ち死にかー、もったいないな。東堂高虎、東堂高虎もったいないな。いやー、建築奉行として頑張ってもらいたかったんだけどな、味方になったら。そしたらおぶさん前出して、照虎正幸出していきましょう。どうかご命令を。高台を使っている松永、ま、あの久秀に対してねちょっとね宇治国向かわせましょう。ダメージ食らってんな。少し工夫を加えます。松永久秀のせいでダメージ食らってたな今。一旦休ませましょう。何事もご命令の。いよいよ、安全の敵を打ち払う。いやー素晴らしいですね、表裏一体。そしたらおぶさんでこちら浅井長政向かわせましょう。でテルトラで軒口を狙いましょう。いいよ、赤備えの効果で体力を減らし、そして突撃も食らわせた。一番強い浅井長政をね。おっと、これにて優勢勝利ですね。いや、浅井長政の大将これからどうしようかと思ってたんですけどね、あっさりと優勢勝利です。4000しか減らなかったですね。で佐竹義重が589勲功を多く獲得いたしました。まあこれはもう無理だから返しましょう。いや、東堂高虎討ち死にがねもったいなかったですね。いやー威風中華今日が欲しかったな。何ですと、何ですと。で大市が達成と。いかがだったでしょうか。いやー残念でしたね。なんとか12部隊引きつけて威風強を狙いたかった。そして北陸にてね強大な威風をねまあ吹き荒らしたかったんですが、残念ながらね威風中止まりというところでね、なんかね取れた城もちょっと中途半端だなっていったところが正直なところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。